ね。そう。あのさ、お願い。運営君、実に興味深いあなたの美意識、散り散りに乱れる花の迷路がお好み。迷路が何ですか？うつろな闇に光を満たすには、お前の魂を漆黒に捧げる必要がある。え、嫌ですよ。僕まだ死にたくないです。おや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 、随分と意地悪な。分からぬ響きで問い惑わせる言葉遊び。月の影を追わせるだけなら風に帰らぬざれ言で足りるな。これはこれは残念至極。八重雲の向こうは見通せぬのが道理。花はどうすればいいんだ。まだ売店のチェックも終わってないのに。鉄の時代には鉄の言葉がふさわしい。その下に殺戮の血の味を授けたのは誰だろうな。なるほど、探られるには少々痛みのある腹を切り裂く程度に鋭い刃。とはいえ、金品を割ってみせるには提示いただくカードが少ないのでは。空疎なうろに変える小玉の形が何か、お前が知っているのならば。あのお二人とも、そのまだ開店準備が終わってなくて、最前列でショーを見られる気分はどうだ。随分楽しげではないか。そんな風に見えます？さっきから右往左往してるんですよ。貴様が右往左往しているのはいつものことだろう。そうですか？そんなことないと思うんですけど。でも確かにそうかも。おやおや、傲慢なポラリスのご登場。月は一つ、落ちる影は二つか。ケイ、駆けゆく月と満ちゆく月を分けぬのならば。あいにく俺も信号は不勉強でな。貴様のギミックを読み解くつもりはない。闇ですらちぎれる悪魔の声は虚無に溶ける。虚無こそが悪魔の終わらぬ宴なら、きっと飲まれるのでしょう。闇夜も小鳥も。だが俺は、人生は祭りだというつもりなどない。そうでしょうね。あなたには開かずの扉さえ無意味な幻影。共に生きたいと願いもしないものだけが、ナユタの闇を歩いていける。ところでシン、意外でしたよ。あなたがその道案内を買って出たのは。どこまでケイと同じ道を歩くおつもりで？ケイ、お前が歌うとも思えないが。この道化が今どこに立っているか、あいにく俺にもわからぬのでな。俺のつては途絶え、貴様の友でもないなら残る影は一つしかあるまい。随分と複雑になったものだ。一枚岩であればことは簡単であったが。なればこそこの歌方の世を楽しめるというもの。なるほどな。
錬関は巡るということか。そう、もはや陣営は一つでも二つでもなく、一足飛びに四将元に。スターレスをつなぐ糸が絡み合う様も複雑回帰。ケ、あなたは全ての糸で小鳥を閉じ込める籠を編む気で。貴様と同列に語られるほど道を誤ってもおらぬつもりだ。鳥籠など俺の願望でしかない。そこに空は広がってはおらぬ。闇に光が刺さぬことこそお前の望みなのだろうな。できた。見てください、ザクロさん、花の並びはこれでどうですか。名前順にしてみたんですけど、分かりにくいですかね。あー、どうしよう、ショップの在庫が全部出てない。どこ置いたかな。そうか、あー違う、裏口の横に段ボール箱積んだんだっけ。あー、今日の出演者一覧まだサイト更新できてないんだった。バタバタと暴れるな。一つずつ解決するがいい。手伝って差し上げますよ、花の並び替えを。むやみに動かしても花が哀れかと。時間がない、在庫は俺が取ってこよう。在庫は俺が取ってこよう。ああ、在庫、はい、お願いします。裏口の横に置いてあるので。サイトの件は俺が対応しておこう。ありがとうございます。あれ、僕は何をすれば。まずは落ち着き、己の仕事を見直せ。貴様は常に仕事が粗雑だ。すみません。ん、ああ、もうレッスンが始まる時間だ。よしの、行かないと。本当だ、今日は K が来るんだよね。そう、戻ってきてるから。だから遅れられない。あなたも見学されるんですよね。行きましょうか。そこまで。銀星、俺がいない間基礎を怠っていたようだな。すみません、やってはいたんですけど流し気味だったかもしれないです。吉野はまだやれそうだな。僕は大丈夫です、続けてもいいですけど。いや、少し休憩とする。はあ、ダメだな、もっと基礎レッスンの時間増やさないと。よ、どうだ調子は。今日誰かに追われたとかないか。ならよかった、刺激に乏しい人生は安定してていいよな。何言ってるんだよ、ソテツ、危険なんてない方がいいに決まってる。お前もちゃんと鍛えた方がいいぞ、銀星、ずいぶんなまってるじゃないか。本ばっか読んでたからだろ。そうなんだよ、次の新作のことが気になっちゃって。ああ、そういえばケイが言ってたな、オペラが原点になるんだって。なんだっけ、吉野、なんか、ああ、カタカナの。イル・トロバトーレ、ヴェルディのオペラだよ。一人の女性をめぐって伯爵とジプシーの吟遊詩人が破滅する話。原点も傑作なんだよな、どんなショーになるか楽しみで。それで基礎レッスンサボったら元も子もないじゃない。まあそうなんだけど。肩なしだな、銀星。休憩中、新作ない？ショーの。チーム慶応なら一つ。それピーノにならない？
先日初恋をやっただろう、ホワイトデー公演に。それを言うなら K だってエギーユクルーズがあっただろう。あれは上演のタイミングを測っていただけだ。チーム P の新作は準備中だ。分かった、新作は待つよ。でも公演は待てない。既存のショーでいいから公演期間作ってよ。次の公演は P だ。リンドから聞いてないか。そうなの？聞いてないよ。最近あいつなんか集中力欠けてるんだよな。やたらいろんなショーのおさらいさせるし。まだどのショーにするのかを決めかねていると言っていたが。迷惑。やっぱりその K の演目くれない？断る。チーム P のことはチーム内で解決するがいい。リンドウのやつ、僕の意見を聞けばいいのに。僕の方が年上なんだから。まあ年齢でどうこうなんて、性別でどうこうってぐらい無意味か。とにかく分かった、ショーがあるならいい。楽しみにしてないよ。最高のショーにしてあげるから。ショーとステージのことばかりを考えていたいものだな。そうしたかったらすればいい。でもお前はきっとしないんだろうな。違いない。邪魔したね、ケイ。それじゃ。ケイ、今の話なんですけど、あのチーム K の新作があるって本当？ひょっとしてイルトロバトーレ？そうだ。やった、本読みたいです。レッスンはいつからですか？シンガーはどうする予定？まだ準備中だ。しばらく待て。ステージに乗せる最善を検討している。わかりました。楽しみだな、吉野。そうだね、とても楽しみだ。あのさ、タイガー、なんか食うもん持ってない？ハッカーはチョコバー持ってるやろ。わかる。やっぱハッカーは物かじりながらキーボード打ってなんぼでしょう。でも俺板チョコ派だし、さっき食べて在庫ゼロですわ。タイガーのタバコの匂い嗅いでたらめっちゃ腹減ってきてんのに。ああ、さあせんな。今日の電子タバコはメロンミルクフレーバーだし。燻製食べたい、リコ。燻製食べたい。そこは燻製なの？おかしくない？ジャッキーならあるっすよ。スモークじゃなくてよければ。やった、クーク。なんでそんなの持ってんの？ちょっと準備良すぎない？モクレンとのレッスンに便利で、たまに持ち歩くっす。なんでモクレン限定？一緒にレッスンしててきつくなったら休憩って言って出すっす。餌付けか！やっぱ餌付け有効？餌付けほどの効果はないっすけど、ちょっと息はつけるんで。でも K に C のレッスン見てもらった時怒られたんで、しばらく封印っすね。
なんで怒るんすか。別にいいでしょ、食べながらレッスンでもしなけりゃ。匂いっすよ、ジャーキーの。それがまずかったみたいで。それマジイカリ？ちょイカリ？目が笑ってなかったっす。やっば、それマジやば。カスミ命の危機やな。はい、カスミ死亡のお知らせ。でもそんなの無視しとけばよくない？どうかな。こないだの時みたく、どっかに電話かけて誰かにやらせるのかもよ。うえ、あいつああいうとこガチでヤバいよな。マジでおかしい。どういうことっすか？何かあったっすか？ほら、ボーダーラインイベントあったじゃん。あの時 K がオーナーを脅したっていうか。どっかにさっと電話をかけてさ、でその後長谷山に電話かかってきて、連中が俺の後ろ盾なのではない、逆だ、他にも手はいくらもある。長谷山、お前にかかってきたその通話に出るがいい。えらそうだったよね、ほんと。でもオーナーがマジビビリしてたのは面白かったからいっか。ほんと、おっちゃん電話出て焦っててさ。まあ前から気になってたんやけど、結局 K が持ってる権力って何なの？反社会的勢力？それともまさかの国家権力？まあオーナーがあれだからね、 K が同類でも驚かないけど。あの人チートすぎでしょ。同い年とか絶対信じられない。まあ K なら何やってもそれなりに納得できるというか。でも国家権力はなくね。そこまで言っちゃうとさすがに。タイガー、ハッカーなら K の情報とかバシバシ抜けんじゃないの？そう簡単にやれるんだったら俺スターレスに来ないっすわ。全然太刀打ちできねえの。ほんとあの人何者すかね。へえ、お試し済みっすか。いやー、さすがタイガっすね。でもいいんすか、そんなの軽くバラしちゃって。いいも悪いももう K にはバレてるんすわ。だから隠してねえです。さあ、そういうのってバレたらヤバいんじゃねえの？そうそう、マジでダサいんすわ。もうちょっと一人じゃ無理ってなってて。お仲間募集中っすよ。リコ、あんたさんとかどうすか？やるわけないじゃん。俺、K に興味ないし。俺もパーす。そういう頭脳労働より誰かぶん殴ってる方が楽しい。ランは乱暴っすね。タイガも危ない橋を渡りすぎないように気をつけてくださいっすよ。これからショーホールに行きますか？なら席までご案内しますよ。
今日のメニューのご説明もさせてください。前菜にいいのがあるんです。料理のオーダーはもう済んでますか？よかった。それに林道が、そのミスが多くて、なんだか集中できてないっていうか、体調悪いのかな。あの人でもそういうことあるんだなって少し驚いてる。どうしました？え、そうなんですか。悪いことしたな。僕は大丈夫ですから。お話し中ごめんね。二人とも、ドリンク運んできた。置かせてもらっていい？あ、ごめんなさい。どうぞ。大丈夫？林道、顔色悪いよ。それに動きにキレがない。金剛まで。そんなに心配しなくても大丈夫ですよ。いや、ダメだ。一度バクステに戻った方がいい。俺に担ぎ上げられていくのと自分で行くのならどっちを選ぶ？そんな横暴ですよ。そう思う？あなたがそう言うのなら。付き添ってもらっていいかな？ごめんね。ドリンクは後でおごるよ。本当に何でもないんですよ。何をしてるんですか？ホールが手薄になってしまう。ほら、針もああ言ってる。もうホールに戻ります。ハリー、林道が調子悪そうで。確かにそうですね。顔色が悪い。林道、体調が少しでも悪いならホールに出るのはやめてもらいたいです。お客様商売ですよ。もし病気ならお客様に移ると困る。今日はもう上がって家で休んで、明日病院に行くことをお勧めしますよ。でも本当に大丈夫だから。さっき一応熱を測ったけど大丈夫だったし。体調が悪い自覚があるから熱を測ったんだろ。それは、その、ホールはまあ大丈夫でしょう。心配する必要はありませんよ。さっきレッスン場に夜行がいたし、それに俺がホールに入ってるんですから。林道、頼むよ。大丈夫だって無理をして、前の公演の最後、ヒースは倒れたんだ。すみません。少しここで休んでから、今日は帰ります。ハリ、後のことは頼んでいいですか？もちろんです。大船に乗ったつもりでいてください。自己管理は重要ですよ。明日は直してきてくださいね。もっと食べて体を作った方がいいぞ。健康な体は食からできるんだからな。ありがとうございます。本当にすみません。明日には直してきます。次のショーは僕たちチーム P ですから。何か心配事でもあるんですか？え、いや、その秘密や悩みは重い岩と同じです。手放してしまうことをお勧めしますよ。なんだかかっこいいな、ハリ。おじい様の口癖なんです。気に病むくらいなら誰かに助けを求めろって。それじゃ今後仕事に戻ってください。そうだね。ちょっとホールを手伝ってからキッチンに戻るよ。
お願いします。俺は夜行に声をかけてから行きます。それじゃリンド、お大事に。俺を言いそびれた。本当に動きが鈍ってるな。早く調子を取り戻さないと。本当にすみません、あなたにも心配をかけて。ありがとうございます。